おはようございます。おはようございます。ゆっこです。ゆきです。今日は、はい、アコーディアの多摩川カントリークラブに来ております。イエイ。今日はただのラウンド動画じゃないですよ。ないんですか。はい、ありがたい、ありがたい、ね、下手なのバレるから今日は、はい、あるものを使って体験をしてみたいと思います。はい、コアホースの、コアホースループというものになります。はい、何ですかそれは。これはですね、プロゴルファーの中島恒之プロが愛用している、うん、あのこう体にこう巻きつける腕に巻きつけるとか、うんうんうん、首に巻きつけるとか、うん、まあ、足首でもいいんですけど、うんうん、おー、かっこいい。え、めちゃめちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいい、うん、これを体に身につけることによって、うん、まずブレない、うん、さらにそう体のこう調子が良くなる、うん、へえ、はい、聞いております。ブレないことによって、うん、ミート率が上がるとか、上がったり、あとまあ傾斜でも、はい、こう打ちやすくなるとか。へえ、そんな変わるんですかこれだけで。いや、私は全然信じてないです。信じない信じてない2人でやるけど大丈夫かな。でもさっき私やったじゃん、うん、ああ、そっか、じゅんさんやってましたもん、ね、見てたでしょ。見てましたけど、本当かって思ってますよ、ね、実際のところこれ私正直に言いますからね、ちゃんと嘘はつかないですから、正直に言いますから、うん、じゃあまず実験をやっていこうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは、はい、ゆきりん。はい、私がやってみます。まだ身につけてないですよ。うん、何もつけてないです。まずバランスチェックしましょう。はい、まず、はい、両腕を水平に上げてください。はい、左足をちょっとこうやって上げてください。もうその時点でフラついてる、うん、私フラフラ、うん、ちょっとこの押すから反発してね、はい、倒れないように、はい、押します。はい、え、ちょっと待ってこれ無理かも。私まずそもそも体感ないかも。体感のなさえぐい。じゃあ大丈夫ですか私。じゃあ、ね、大丈夫かな。ちょっとやってみようか、うん、ゆきりんの商品は白のホワイトの70センチね。そうです、70センチ。50よりも70の方が効果がそういいらしい。そう、うん、じゃあつけてやってみましょう。ちゃんと反発してね、うん、いくよ。で、あ、でもさっき、あ、あ、でもいける。 あ、でもいける。結構押してるよ。いける、うん、いける。すごい、ふらつくけどいける。押してる感じもさっきはもうふわってしたのに、うん、今は結構ね、耐えてた。耐えてたね、うん、もう一回外してやりたい。逆足でもいいですか。いいよ、いくよ、せーの。あー、うん、ぐらつく、ぐらつく、ぐらつく、ゆるゆる。はい、じゃあ次はゆっこちゃん。はい、どっち側、こっち側。でもほら、この時点で無理じゃん。こっちがいい。得意な方でやったらこっちがいいっぽい、うん、うん、はい。え、ゆっくりですよね。うん、うーん、ぐらついてます。結構耐えたけどね。ぐらついてます。これ3センチ以内だったらいいんですよね。そうそうそう、体から3センチ以内に身についてれば。はい、いきます。あれ？え、すごい。え、なんかね、え、すごい押してるよ私。え、すごい。お、すごい、すごい。いや、なんかね、ずしってきた。押さえた時に、うん、なんかさっきはふわってきたんだけど、うん、ずしって耐えれるの、うん、なんかずしって私はね、さっきつま先に置いてね、それでも感じたんだよね。これに効果あります。はい、や、あ、いや、あ、あ、すごい、全然耐えれる。あ、耐えれてる。ゆきりんちゃんと押してるんだって。ほらこれ、まだ見て見て、ほらほらほら、私こうやって押してんの、腹筋が限界。次はですね、可動域のチェックをしたいです。はい、つま先の向きはまっすぐね。オッケー。この状態で前にグッとしていいねって、右回りで後ろまで行ってください。行けるところまで。マジで苦手なの。あ、今、あ、行く、あ、全然行く、全然行く。そこでゆきりん、私がこうやっとけばいい。そう、そこね、もう一回戻して、もう一回戻して、で、はい、左手でそれを握り、はい、ここね、もう一回、どうぞ。わあ嘘だぜ。何が起きたの。一回外してください、外してください、もう一回。はい、前出して。うん、やっぱここですよね、ここ。え、ね、もう一回持って、もう一回持って。なんで？嘘やろ？絶対嘘だ！ねえ、嘘でしょ？ねえ、本当に嘘じゃないんだって。やばい！
この状態で、うん、で、そこで渡してもさらに行くって言ったら嘘だ絶対嘘だこれは何なんだろう本当にでもね、行っちゃうんだよね行っちゃうんだうん手が行っちゃうんだよね、こう持った瞬間いや、私前回のリカプロの時もそうだったけどもう肩が回らなくて、うん、それがすごい気になったのに、うんうん、回るすごいねドラえもんでしょドラえもんのグッズじゃんこれゆきりんは白のサス、うん、ゆっこはそのピンクのサス、はい、かわいい色がそうこの色もあるんですねこれは、うん、あのプロゴルファーの古江彩香さんモデルになります、はい、かわいい、ね、女の子いいですね、うん、この色派手だしそう派手だワンポイントになる女性はピンと合いますかピンと合ってますか美容系 YouTuber ちょっとね、これをね、うん、足に巻きたいなあーね、かわいいアンクレット、うん、足に巻いていく足はアンクレットとして、うん、私は腕に巻いていく早速、ラウンドしていきましょうはい、お願いしますお願いしますお願いしますそれでは、はい、最初はつけないバージョンうん、つけないバージョンね、はい、これ、見える右絶対アウトやん見えないコースだなんかね、朝一で、うんいきなり狭くてブラインドでっていうのが来ちゃうと多分緊張して余計体も動かないと思うんですよでしかもギリギリついちゃって全然ウォーミングアップできてないみたいなありがちありがちそれでいきなりこれ来たら結構辛いんだけどあやばい今もうあえてそういうコースを今回は選んでおります今腰ボキッつったこれは結構緊張するおー右あのねあ、めだ、左には行かなかったけど、大丈夫かな？捕まらなかったね。捕まらなかった？多分、振り遅れました。はい。まあ、あるあるですよ。私は左狙いで。はい。振ります。はい。おー、ナイス。いいとこですね。うん。トゥルルルッツツーン。私は足に、アンクレット風で。おしゃれだね、はい、うん、かわいい、うん、めっちゃかわいいかわいい打ちますはいうんあっ今度はおーいい飛んでるさっきこすったのに、うん、今なんか軽く振ったのになんか捕まったすごいね、うん、捕まったよね捕まったいい感じおー右やっぱりなんかちょっとグッていった気がするグッてうんえ、多分ブレないからそのままピューンって、うん、なんか結構くるって回ってたよね今あ、ほんとうん自分じゃもう分かんないけど、うん、あ、なんか無敵な気がするよいやすごい、うん、あナイショー捕まってるねすごいね今の何さっきと音全然違くない、うん、え、でもめっちゃ飛んでたよ、うん、え、ね、ぶっ飛んでましたね、うん、すごーおー、ナイスいいとこですねうんいやーすごい、うん、ナイショー捕まってるねすごいねちょっと、もうちょっとなんかまだ不思議そうだよね体がもうちょっと やってみましょうはいじゃあこっからはまあコアフォースをつけた状態でねラウンドしてなんか気づいたら見せちゃったのよ5番ウッドで、はい、ちょっとつま先上がってますおうわめっちゃいいんだけどナイスショーナイスショーあらよなんかそんなにさいい、ね、めっちゃ振ってないんだけどうんしっかり当たってるねしっかり当たってるねうんあらイキリンは何番 4番結構難しいライダーですそうだね。つま先上がりだからちょっとさらに捕まりやすいかも。かも。うん。いいよ。うん、まっすぐ。うん。ナイス。飛んでんじゃない？うん。いい感じですね。ナイス。ありがとうございます。ゆきりんは何？腕？腕につけてます。はい。
ナイス。これさ、うまいじゃん。バーディーチャンスじゃない？そんな扱い？乗った？うまいよ。やったね。え、なんかつけたらうまくなったんじゃない？うまくなってるわ。マジ。はい。怪しいね。なんか回りすぎてんのかもね。あー、それかな。うん。いつもとなんか違うのかな。それサンドだからさ、余計に帰ってこないんじゃない？あー。可動域かな。可動域かな。ね。サンドでなんかぶっ飛ばしてる気がする。うん。行ってみよう。面白いね。いい。なんとなく、うまく出た。うん。ナイスです。私の苦手な、パターです。お、いいよ。バーディーじゃん。コアフォースのおかげです。ゆきりんバーディーなんて。すごいじゃん。イエーイ。ナイスバーディー。ありがとうございます。コアフォースだった。うん。安定したんですよ、コアフォースのおかげで。いつももっとグニャグニャしてるよ。いつももっとね、グラングラしてる、うん。安定してない。はい、ゆっこのパパット。読みすぎたね。うん。なんかさ、ゆっこはさ、いつももっとふにゃふにゃ打ってるんだけど、うん、なんか強くなってる。あ、マジ？確かに。ナイス。オッケー。ブレてない。うん。ブレてない。7番アイアンで。はい。まあなんかやっぱまだわかんないわ。どんまい。どんまい。なんか、ティーランド左向いてる？うん。八角。あと、左足下がり、つま先上がり。左向きやすい。うん。それはかなり向いてるけどね、右。これ？うん。オッケー。それで右側に乗る感じ。オッケー。ナイスショー！おー。めっちゃ飛んでるんですけど。うん、めっちゃ飛んでる。でしょ。なんかフィニッシュが取れてんじゃん、いつもより。あ、本当に？ピンって前だからさ、なんかキャリーっぽい感じかなと思って、ピッチングでちょうどかなと思ったんだけど、110ヤードぐらい飛んでる。めっちゃ奥行ったのが、綺麗に回ってるから、めっちゃ右向いてたんですよ、ゆうこさん、ちなみに。うん。マジで。うん。めっちゃ右向いてたのに、ちゃんとこう、綺麗に行ったから、あっち側に行った。ダイキリン、大変なところに来てしまいました。いやー、これだからね、下手くそは困るんですよね。大丈夫かな？手前のバンカーに入れちゃいそう、リアルで。あーこれはむずいよ、ラフが。うん。どこ行った？ちょっと短めに持って。うん。おー、惜しいよ、今。おぉ、うまいよ。いけ、もっといけ。おぉ、うまい。体験。体験。バンカーショット。変わるか。結構アゴ高いんだけど。そうだね。砂結構入ってて、ふかふかなの。うん。なんか、こう、降っていきそうだけど。ブシッと。ブシッと。今結構不安だったんだけど、砂がふわふわだし、うん、でも一発でこれ出れば十分じゃない？うん、ナイスアウト。試しに青木バンカー順が打ちます。うまいなぁ。でも、うまい。なんだろう、前に飛ぶかも、ボールがすごく当たった感じが違うかも。しかも砂が意外に入ってて、うん、負けちゃったかもって思ったんだけど、うん、めっちゃ前飛んでった。こけてます。コアフォース。さあ、ロングパットです。むずいよ。下って、というか、最後、二段グリーンみたいになってるの。最後、二段グリーンみたいな。あ、やばいね。あれ？そうでもない。お、ナイスタッチ。え？
うん、転がってる。ゆっこちゃん、これを外して、パワーフォース外して、ロングパット打ってみます。弱くない？それはさすがに。やっぱ、でもさ、全然フリーバー違ったかな、さっきと。いや、同じ雰囲気で打ってたよ。だよね。うん。あ、弱いね。あれ？そうでもない。お。いや、これ距離感がいいな。パワーフォースのおかげで、強めのゆっこさんが。強めのゆっこが出てるよね。強めのゆっこさん出てますよ。いや、いい。あ、優しかったよナイス。ありがとうございます。もうさ、こう丸ついてんのいいね。これね。これいいね。うん。うわぁなんか強くない、うん、強い。でも優しくやったつもりなんだけどね。なんか、ドライバーで打つのも怖いホールなんで、これだけに5番アットで、ちょっとティーショット打ってみようと思います。はい。打ち下ろし。捕まえるのかな。おお、いい感じ戻ってきた。うん。でもあれダメだ。お、止めた。まっすぐに行かなかったじゃん。え、けど今ドライバー。はい。全然何も考えずに。とね、左方向を向かないと怖いかも。とか言ってこれつけてるからさ、まっすぐ行っちゃってさ。そうだね。お、セーフィンガー。セーフ。どう？いや、飛んでるんじゃない？うん。ナイス。ちょっと、あれしたけどね。うん。うん。これつけてなんかめっちゃ練習したい。確かに。ただ、さ、飛距離も飛ぶし、みたいなの、ね。うん。なりそう。ね。擦れた。おお、こっちは戻ってきてる。うん、うん、すごい分かりやすいかも。なんかつけてないと擦れて、つけてるとちゃんと戻ってくる。そう、めっちゃ出てるね、ボールに、うん、ねえ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 。今はさ、スイングチェックで正面からしか撮ってないけど、うん、めちゃめちゃ綺麗。めっちゃ止まん中。全然違うわ。やってる感じも。うん。めっちゃ飛んでるね。あそこから。しかもちゃんとまっすぐなの。うん。おー。感動。結構な打ち下ろしで。すごく、変態コースですね。はい。125。若干、手前は嫌です。大丈夫。はい。お、強すぎるかもよ。いや、あ、でもいいじゃん。大丈夫大丈夫。ナイスじゃん。手前は嫌だったので。完璧。130。うん。ぐらい。そうだね。で、7番でチャレンジしようと思って。はい。あ、ちょっと噛んだね。噛んだけど、もっとね、OKOK。うん。アプローチで見せたいと思います。はい。まあ、ライがね、ライというか、見た目か。見た目ね。メンタルはさすがに、ちょっとこれでは。フフフ。コアホースさんにはね。ウッドがね、1打目が全然違ったね。全然違う。ね、本当に。うん。球感ね、高く上がったもん。うん。結構低いんだけど。そうだね。そう、低いんだけど、綺麗に球上がってたもん。うん。いや、いいね。うん、でもいつもより超弱く打ってんの。うん、いいストローク。惜しいね。
ちょっと外してさ、今のあたりからちょっと打ってみてよ。なんかもっとブレブレになるのかな。外してね。うん。これをね。うん。あ、わかった。あのね、ここの特技がブレるの。つけてないとこれ安定しないから引いた時がなんかブレてるのね。けどつけてるとなんかねちゃんと引けるのが、うん、今とてもわかる。へえ。断然つけてたい。これは断然断然コアフォースしか勝たんって感じ。JK5 です。これで出た。3歩、はい、3歩ぐらいってやっぱ入れたいじゃないですか。うん、これがバーディーパットだと思って。うん、今ちょっとお腹も空いたしすっごいブレそう。つけないバージョンね、まず。はい、つけないバージョン。はい、まあまあまあ、まずね。おいしい。もう本体です。はい、じゃあ装着して。うん、おお、OK ラインうん、どう。いや、音がいい、うん、音がいい、うん、私的には、うん、ブシってなってる。ブシやっぱ安定感が出るかな、うん。だからなんかチンプンカンプンな外し方をしなそう。これでもう一回つけないにやったらまた変わるんじゃない？あ、なんだろう。うん。なんか力入ってない感じ。手先でやってる感じだよ。そうだよね。うん。なんだろう。外れ方が全然違うよ。もう一回つけてみて。なんか体おかしくなりません？つけてたりつけてなかったり。感覚。体重10キロ増しみたいな。あんまり筋肉が少ない女性もね、いっぱい多いと思うんで、いいかも。うん。うわー、ナイス。全然いいよ。ナイス。すごいわ。これは本当につけた人にしかわからない未知の領域なんで。うん。そうだね、信じないか、信じないか、私だけじゃなくて。いや、ほんとそう、ほんとそう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。なんだろう、催眠術かけられたんかなみたいな感じ。ほんとに魔法にかかった感じ、うん、もう嘘だろうと思ったけど、つけたら全然違うの、うん、試してほしいですよね、皆さんにもね。そうなの、うん、なので、うん、なんと、なんと、うん、というと、じゃん、うわ、視聴者の方に、うん、あ、1名様に、うん、プレゼントいたします。イエーイ。じゃあこれは本当にぜひとも試してもらいたい、うん、ね、おしゃれだね、このね、箱も、わ、しかもブラックいいですね。ブラックです、かっこいいね、かっこいい。これ色地ですよね。色地だね、うん。応募方法は概要欄に記載しますので、はい、ぜひとも応募してください、うん、お願いします。ドライバーからパターンまで、うん、全部感じれた。感じる、うん、ブレないって大事なんだな、うん、大事、本当に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 あのね、使いにくいっていうのもちょっと感じたかもしれないです。多分私の場合いつもブレてるから、いっぱい打っちゃったりとか、失敗が多いから、うんうん、もうハッとかなっちゃったり、もうお腹すいたしみたいなのがあるけど、これつけて調子よく打てたから、私はメンタルにも来るのかなって思いました。やっぱ うまくね、打てると気持ちがね、楽しいまんまでゴルフできるから、疲れないもんね。そう、本当に疲れなかった。それにも多分関係してると思いました、私は。うん、なんか今年2020年残り、うん、もうあと半年もないんですけども、ね、確かに。あっという間。ちょっとこれを身につけて、うん、今年の残りのゴルフを楽しんでもらいたいです。確かに。このフォースと共に。はい、ずれないのをぜひ体験してください。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。コアフォースいいなと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録お待ちしてます。お待ちしてます。あとプレゼントも応募してね。お願いします。バイバーイ。カメラ
ラもブレなかったよ。全然ブレてなかった。すごいね。いつもこんなんなの。こんななのにね。手ブレこんなんなのに。めっちゃ安定してたよ。手ブレ防止機能。お疲れ様。お疲れ様です。